本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございますただいまより MCC スポーツプレゼンツ2022年度第71回全日本大学サッカー選手権大会オンライン記者会見を開催いたしますなお本日司会を務めさせていただきます私一般財団法人全日本大学サッカー連盟学生幹事田坂と申します どうぞよろしくお願いいたします。開会に先駆け、登壇者の紹介をさせていただきます。一般財団法人全日本大学サッカー連盟、理事長、中野雄二。こんにちは。一般財団法人全日本大学サッカー連盟、常務理事、桜井智。よろしくお願いします。以上2名になります。 続きまして、選手の紹介をさせていただきます。各地域の出場大学を代表いたしまして、北海道地区第一代表、北海道教育大学岩見沢校サッカー部、縄田周平選手。よろしくお願いします。北新越地区第一代表、新潟医療福祉大学サッカー部、小森博選手。 よろしくお願いします関東地区第一代表明治大学体育会サッカー部福田信之介選手よろしくお願いします関東地区第二代表東京国際大学体育会サッカー部落合陸選手よろしくお願いします 関西地区第一代表、関西学院大学体育会サッカー部、木村雄大選手。よろしくお願いします。関西地区第二代表、琵琶湖成形スポーツ大学サッカー部、泉東也選手。よろしくお願いします。以上、登壇者の紹介とさせていただきます。 初めに本大会主催者を代表いたしまして一般財団法人全日本大学サッカー連盟理事長中野裕二よりご挨拶申し上げます改めましてこんにちは、えー、皆さんえー、今日は昨晩の夜12時からの日本代表の試合を見て、えー、この場に臨んでいる選手 あとはあの関係者の皆さんが多いと思いますので、えー、なんとなくですね、えー、PK 合戦で負けてしまって、えー、ちょっとポカーっとした感じがあるのかなと、うん、私もその後の、うん、ブラジル、韓国戦も見ましたので、毎日眠くてですね、今ぐらいの時間がぼーっとして <laughs> 仕方がないんですが、残念の一言です。 えー、もう1つは勝ってほしかったなと思いますが、まあ、そういう意味でも、あのー、ワールドカップは続いてますが、えー、日本としてのワールドカップはちょっと節目というかあー終わってしまったかなという点がありますので、えー、次はぜひこの大学サッカーに注目していただきたいというところで、えー、挨拶をさせていただきます。MCC スポーツプレゼント 2022第71回全日本大学サッカー選手権大会の開催にあたり主催者を代表して一言挨拶ささせていただきます今年の大会は特にですね決勝戦の舞台が1月1日国立競技場で実施できるという大学サッカーにとっては 非常に例年にない意味のある一つのきっかけになる大会になりました本日出席している選手もおりますがぜひですね決勝戦まで勝ち上がっていただいて存分に力を発揮していただきまた今回のワールドカップで26名の最終メンバーの中に9名の 大学卒業、大卒者ですね、プレーヤーが選出されていたこともそうですけども、世界のサッカーの中で、大卒者がこれだけその国の代表に入れる国はそうないと思います。ということは、次の4年後、8年後のワールドカップに、この大会に出場する皆さんの中から、本当の意味での日の丸を背負って、 日本のサッカーを引っ張っていく選手が出てきてほしいな、そういう大会でもあるんじゃないかと考えております。スタッフ、選手の皆さん、日本の将来のためにも大学選手権で存分に力を発揮して、ですね、えー、優勝を勝ち,取れ勝ち取れるように頑張ってください。最後に こういう素晴らしい大会が運営できるのも、特別協賛者であります、MCC スポーツ株式会社様をはじめとして、三笠、株式会社三笠様、キリンビバレッジ株式会社様、水野株式会社様、SU ホールディング様、S、すいません、SOU ホールディング株式会社様、 完成工業株式会社様、そして講演として日刊スポーツ新聞社様、本当にありがとうございます。常に学生を支援、応援していただいて感謝しております。皆さん、ぜひ学生らしい力を発揮してですね、最後まで諦めず全力を尽くして、 自分の将来のためにも頑張ってください。以上で主催者の挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。続きまして、本大会概要について、一般財団法人、全日本大学サッカー連盟、常務理事、桜井智よりご説明いたします。あこんにちは。 一般財団法人全日本大学サッカー連盟の桜井ですまずは選手の皆さん、メディアの皆さん、本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。またですね、日頃より本連盟の活動にご支援、ご協力をいただいております、すべての方々にこの場を借りて感謝申し上げます。ありがとうございます。先ほど中野理事長の方からもお話ありましたけれども、本当に昨日の試合はあと一歩で。 残念だったなと思います、うんまあ、ただあの確実に日本のサッカーがアップグレードしているなっていうのは、えー、感じましたし、えー、負けはしましたけれども、まあ、ちょっと誇らしい気持ちにもなれたのかなと思ってます、えー、ただあの中野理事長がおっしゃられたように僕も次のブラジル戦見たんですけれども、えー、中野理事長そのブラジル戦には触れなかったんですけれどもブラジルの試合見たら 確かにあのクロアチア戦を見てベスト8という短期的な目標には近づいている一方で、まあ、日本サッカー協会が掲げているワールドカップ優勝ということを考えたときにここにはなんか遠ざかっているのかなというのは率直に感じてちょっと少しあの朝早くからちょっと複雑な気持ちであの、まあ、どういうことを、まあ、今日何か話したいなと思っていたのでどういうふうに話せばいいのかなというような気持ちになりました。 あのただ、えー、クロアチア戦後の終了後のです、ね、インタビューであの長友選手があの J リーグをもっと盛り上げてレベルアップしていかなきゃいけないという話をされていました、えーまあ、僕も当然あの、日本のトップカテゴリーであるあの J リーグのレベルを上げていくことっていうのはすごく大切だなというふうに感じてますけれども、えーまあ、そこに選手を輩出している、えーまあ、大学含めてすべ、まあ、てのカテゴリーで、まあ、レベルアップしていかなければいけないのかなと。 改めて感じましたあの、まあ、大学サッカーとしてはですね、まあ、日頃のリーグ戦や、まあ、今回のこの大会の一つ一つの質を上げていきですね、まあ、大学から J リーグっていうあの流れになってますけれども、まあ、直接それこそヨーロッパっていう選択肢を持たせられるようなそういうあの魅力的なリーグ質の高いリーグあの質の高い大学サッカーを目指して いきたいなと個人的に思ってますあの今現在ですねワールドカップ、えー、全64試合中54試合行われておりまして、えー、毎日寝不足になりながら、えー、オンタイムではないんですけど今のところ全試合あの見させていただいてるんですけれども、えー、やっぱり一試合もつまらない試合がないなっていうのがあの個人的なあの感想ですって、えーまあ、なんでかなってちょっと考えてみたんですけれどもすごく単純なことで えとやっぱり最後まで全力で選手がプレーしているなっていうのを感じていますあの。予選グループによっては点数差開いたり、あ昨日の韓国戦なんかも前半で4点取られたんですけれども、やっぱり最後まで諦めずにあのプレーするような、そういうところがあのやっぱり見る人の、なんていうんですかねこう、感動させるというか、集中させるんじゃないのかなと思ってます。あのえー、昨日のですねちょうど行われたフランンス対ポーランド戦なんかも の最後の PK のところですね、あのすごくそういうのを物語っているシーンで、あのこれ、PK 蹴るときに、もうすでに3 0で、えー、とアディショナルタイムも5分掲示されてたんですけれども、5分も過ぎてたんですけれども、あのそういう状況でも、えー、まあゴールキーパーのロリス選手、最初止めて、最終的に蹴り直しになって、レバンドフスキー選手に決められるんですけれども、えー、ロリス選手も悔しがってましたし、あの決めた バンドフスキー選手が喜んでてファンの人もすごい喜んでるのがものすごくあの印象的だったなと思ってますあのですので,です、ね、あの今大会に出場するあの選手の皆さんもあのもしかしたら状況によってはあのすごい点数差が開いたりあのいろんな状況あると思うんですけれどもあの最後の終了のホイッスルが鳴るまで,全力,なで全力でプレーしていただきたいなと思いますしあのそれがあの冒頭僕がお伝えしたように あの日頃の試合の質を上げていくことにつながりますしそれが引いてはえと皆さんのさらなる成長につながると思っておりますのではい最後まで一生懸命プレーしていただければなと思いますえとそしてあのメディアの皆さん18日まであのまだワールドカップ残っておりますけれども可能な限り会場にお越しいただきまあ取材をいただければ幸いですすみませんえと長くなりましたけれどもちょっと大会の概要の方に。 えー、移らさせていただきます。えっ、ー、とまずはですね、あのー、この、えー、全国大会24チームの枠なんですけれども、少しちょっとえっ、ー、と地域の枠数について説明させていただきたいなと思います。えー、開催要項にはですね、えー、24チームの内訳が記載されております。えー、本大会は、えー、北海道1、東北に、えー、関東5、えー、北信越に東海3、えー、関西4。 えー、中国2、四国1、九州3、えーと、そして総理大臣派優勝チームとなります。えー、とそれに対してですね、えー、夏に開催された、えー、総理大臣派全日本大学サッカートーナメントは、えー、北海道2、東北1、えー、関東7、えー、北信越1、東海3、えー、関西4、えー、中国1、四国2、九州3。えー、地域によって2、えー、つの大会で差が出ております。えー、とこれはですね各地域に必ず 与えられている枠数と、えー、大会ごとに流動する枠数があるためです、えっと、各地域に必ず与えられている枠数は、えー、関東5、えー、関西4、えー、東海3、九州3、えっと、そして北海道、東北、北信越、中国、四国がそれぞれ1となります、えっと、ここまでで20チームになります、えっと、残り4枠のうち1枠は、えーまあ、本大会の場合は総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントの優勝チームが出場します えー、総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントの場合は、えー、前年度の全日本大学サッカー選手権この大会で優勝した地域に1枠が追加されます、えー、それで、えー、と残り残るのが3枠になるんですけれどもその3枠を北海道と東北で1枠、えー、北信越と関東で1枠、えー、中国と四国で1枠を大会ごとで分けるようになっております,、えーですのでえー 今年の総理大臣杯で1枠だった東北北信越、四国は本大会において2枠となっております。えー、来年度の大会においては、えー、その逆になります、あのー。結構開催要項に出る前に各チームの枠数、あの比較的多いのはやっぱ関東の枠数について、えー、と質問を受けることがありましたので、ちょっと今回説明させていただきました。えー、と続いてでですね、あのー、大会概要の方で、まあ、例年 えー、また昨年の大会と違う部分について触れさせていただきたいと思います、えー、まあ、大きく分けて2点あります、えー、1点目は日程となります、えー、例年ですね1回戦から決勝戦までだいたい中2日中3日中1日ぐらいのペースでずっと試合を行っていくんですけれども、えー、今回は1回戦と2回戦を中2日で、えー、3回戦準決勝決勝とそれぞれ1週間ずつ開ける 日程となっております。えっ、ー、とこれは、えー、1月1日の国立競技場で決勝戦を開催することを、えー、先に決めたことによって、えっ、ー、とそれに合わせた、えー、日程を作成したためです。えー、<laughs> 1月1日にですね近づけて12月下旬から、えー、スタートすることも考えたんですけれども、えー、年末ですと、えー、皆さんご存知の高校サッカー選手権があり、なかなか、えー、12月下旬から えー、使用する会場がないっていうのとあの年末になりますとホテルの予約等が難しくてですね、えーまあ、かといって例年通り12月上旬からスタートしてですねあの1月1日の決勝戦の前の準決勝まで早めに終わらせた場合はちょっと決勝までの間が空きすぎるっていうところがありました、あのーまあ、日程、えーまあ、選手のコンディション面ですね その辺と、あとは、まあ、総理大臣杯の方では、あの決勝戦以外、まあ、無観客で行われていて、あのなかなか観戦できない保護,者の保護者や関係者の方、おりましたので、えーとまあ、今回は可能な限り、多くの方に見ていただきたく、まあ、12月上旬から1月1日までにある週末を活用する、えー、今回の日程となりました、えー、ぜひ多くの方にです、ね、会場にお越しいただきあの、試合を観戦していただければなと思います。 えー、2点目はです、ねえー、審判員のところです。えー、今まで、えー、夏場の総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント大会とこの、えー、大会はです、ね、の主催は公益財団法人日本サッカー協会派遣の一級審判員が担当しておりましたが、えー、と今大会から、えー、一部試合にて、えー、と大学生の学生審判員に出審を担当していただきます。 え先ほど中野理事長の方からもえお話ありましたけれども今回のワールドカップでえ日本代表26名中9名大学サッカー出身者でまあ大学サッカーの選手育成のところにえ注目をしていただけたのかなと思っていますがえまあそれ以外でもまあ今回のえ大学生の審判員を積極的に投与していくなどえまあ審判の育成やですねえそれ以外のところで運営スタッフの育成等にも力を入れておりますので。 まあ、あの選手だけじゃなくて、えー、そういったところにも、えー、注目していただければなと思います。えー、とそれにと、えー、と最後にちょっと組み合わせについて触れさせていただきたいと思います。えーえー、本大会はです、ね、夏の総理大臣杯の全日本大学サッカートーナメントと違い、えー、過去2回の本大会、全日本大学サッカー選手権大会と,、えー、と今年の総理大臣杯全日本大学サッカートーナメントの成績。 をポイント化してですねそのポイントをも、えー、とに組み合わせを決めております、えー、とフリー抽選を導入している、えー、夏の総理大臣杯と違う対戦カードになっているのかなと思います、えー、その辺の,あの展望等につきましてはこの後、えー、中野理事長の方からお話ありますのでそちらを聞いていただければと思います えー、長くなりましたが、えー、私の方から大会概要についての説明は以上になります、えー、ありがとうございましたありがとうございました続きまして本大会の展望について一般財団法人全日本大学サッカー連盟理事長中野雄二よりご説明いたします 改めまましててて展望についい説明させていただきます、まあ、例年、あのー、同じようなことを言っているかもしれないですが、現在の大学サッカーのこう力関係を客観的に評価した場合に、えー、関東から出場するうーリーグ戦の順位で言いますと、まあ、優勝しました明治大学、う最もう安定感があり、 この大会でも優勝候補の筆頭に挙げられるんじゃないかと思いますそしてまあ、激戦の関東から出場する東京国際大学筑波大学法政大学東院横浜大学各大学ともそれぞれ特徴があり非常に力があると思います そして夏の総理大臣杯の優勝枠で出場します国士舘大学、えー、リーグ戦では、えー、あまり古るいませんでしたがあ持ってるポテンシャルを考えますとこのインカレに向けて、えー、非常にいい準備をして調整してきてるんじゃないかと考えますとこの関東から出場します6大学を関西の大学 を中心にですね、えー、例えば関西学院大学さん、阪南大学さん、琵琶湖成形大学さん,、うん、関西大学さん、または福岡大学さん、うん、夏の総理大臣範囲で一つの壁を破った北海道教育大岩見沢大学さん、岩見沢高校、岩見沢高ですね、えー。この辺の大学が、まあ、あのポイントポイントで、 関東の大学を倒せるのかどうかというのがあ大会の見どころになるだろうなと予想をしておりますそして、どのチームがあー1月1日の決勝の舞台に勝ち残れるのかこの辺があが、のー、非常に予想するのが難しいかなとお今、名前を挙げた大学以外でもですね、えー、近年、えー、力をつけてきている大学もありますので えー、最終的に、えー、勝ち上がるための総合力をどれぐらい持ってるのかっていうのが一つの目安なのかなと思います個々の選手については非常に多くの選手がこの大会後 J リーグの方に、えー、しし進みますので個々、えー、の名前を挙げるのは控えさせていただきます。展望でではないんですが 一つお願いがあります。これマスコミの方も含めてです。あの今回のワールドカップで、えー、皆さんもお気づきだと思いますけども、インジェリータイムが非常に、えー、今まで以上に長くプレータイムが確保されている状況でした、えー。試合によっては10分なんていうのもありましたし、7分、9分も普通のようにありました。でこの辺が 我々アマチュアの大会の中にそのまますぐ取り入れられるかというとうんまだまだあの整備しなきゃいけないことを考え方の問題ともありますので、えー、ワールドカップがこうだったからこのインカレもすぐそうなるかなというとそういうふうにもスムーズにいかない部分があるんじゃないかという点が1つそれからうーんオフサイド等の判定ですね。 えー、実はワールドカップでは1つの会場に20台のカメラを設置してたそうです。えー、もうミリ単位でオフサイドなのかオ,オンサイドなのかという判定を VAR でこうチェックをし、えー、判定を下していましたが私たちアマチュアのこういう大会には VAR がありません。えー、これは 残念ながらとい言い方も失礼かもしれないですけれども、人間がやる作業ですから、レフリーのジャッジにはミスジャッジや見落としはあると思います。あの意図的にどちらかのチームを勝たせようとか、そんなことはないと思います。ただ、うん、見落とす、うん、失敗をしてしまうことは人間の作業として起きるわけですから。 これはあの監督、コーチ、えー、選手の方々にもよく理解してほしいんですけれども、ミスジャッジも含めてサッカーなんだという寛大な気持ちで、ですね、4年生にとってはこれが最後の大会だから、そんなこと言ってられないよではなく、同じサッカーを愛する仲間として、やっぱり審判員のこともリスペクトをする、特に今回は学生の審判員を数多く登用いたします。同じ 学生であって、同じサッカーに志を持った仲間ですから、そこを重々、今日出席しているリーダーである首相の方々も、チームに帰ったらですね、えー、そういう理念というか、気持ちをしっかりと浸透させた上で、この大会で力を出していただきたいというお願いです。まあ、展望とお願いい。になりましたが、ぜひ頑張ってください以上です。 ありがとうございます。続きまして、登壇している6名の選手に、チームの特徴と本大会へ向けての抱負を伺いたいと思います。北海道教育大学岩見沢校サッカー部、縄田周平選手より順にお願いいたします。はいえー、チームの特徴は、校、え、舎、ー、にわたって全員が献身的に、えー、ハードワークできること、えー、また、 監督やコーチだけでなく試合中に起こった課題であったり変化させなきゃいけないことをピッチレベルで主体的に変化させることだと考えています。今大会の抱負は夏の総理大臣杯でベスト8という成績を超えられるように頑張っていきたいですがまずは1回戦目の前の試合に集中してその試合を勝てるように全力で注ぎたいと思います。 以上でですす新潟医療福祉大学です、えー、チームの特徴は全員が最後までハードワークし、チームのために体を張ることができることです。えー、今大会の抱負は目の前の一戦一戦を全力で戦い、 ます。また応援してくださる方々に感謝の気持ちを忘れず戦います応援よろしくお願いしますメジャー役の福田慎之介ですチームの特徴としては試合に出場する市内選手それぞれいますけどそれぞれの選手が明治の勝利のためにそれぞれの立場で役割を圧倒して チチーームムののの勝利のために全力でで戦えることがチームの特徴です。本大会の報復としては自分が1年生の時に4年生が日本一という景色を見せてくれたので次は自分たちが4年生として後輩たちに日本一の景色を見せれるように頑張りたいと思います。以上です。 えー、東京国際大学、お茶井陸ですチームの特徴は運動量、講師の切り替え、玉際の3つの3つを大事にしている大学ですそれを強度高く質高く体現することがチームの特徴です、えー、今,大会にあ今大会の抱負は、えー、どの大学も優勝を目指している中で自分たちもそれは一緒なんですが えー、世間やいろんな人から期待されていないのは分かっているのは分かっています、えー、ですが無理だろうって思われて今年のリーグ戦2位という結果で終わりましたその期待を裏切ることをもう一度見せようと思っていますしリーグ戦の狩りを必ずインカレで返したいと思っています以上です えー、関西学院大学の木村雄大です。えー、チームの特徴は、攻守ともにアグレッシブなサッカーを展開するということと、スタメン、サブ関係なく、チームとしての層が分厚いということです。えー、今大会の抱負は、えー、関西勢がいつも関東に負けているのが最近の現状なので、関東の壁を越えるということと、チームの目標である日本一を取るということを、オープンに頑張りたいと思います。以上です。 ビアコ整形スポーツ大学泉戸栄です、えー。チームの特徴は粘り強いサッカーをするところと、えーま、全力でサッカーを楽しんでクリエイティブなサッカーを展開するところです。抱、え、負、ー、につきましては国立でできるということで、ま、どの大学よりも長く笑って終われるように一戦一戦、ま、必勝で粘り強く楽しんで全力で戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。以上です。 ありがとうございました。最後になりましたが、質疑応答に移らせていただきます。皆様からご質問がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。質問のある方はズーム機能の挙手マークを押してください。またチャットでのご質問も受け付けております。それでは、鴨様、ご質問をお願いいたします。 はいえー、フリーランスのカモと申します、聞こえますでしょうか。聞こえますか大丈夫です、よろしくお願いします、はいえー。小森選手にお伺いしたいんですけれども、えー、とジェフへの内定決まって、も試合も出場していると思うんですけれども、あの今回、ジェフのサポーターの方も試合会場に見に行かれることもあるかと思うんですが、どんなプレーを見てほしいとかがあれば教えていただけますか。 えー、自分の特徴である、えー、ゴールを決めるだったり、そういうチャンスメイクの部分で活躍しきればいいなというふうに思います。ちなみにゴールは絶対に取るぞとか、何点取るぞみたいな目標のところはありますかえー、得点を目指して頑張ります。チームとしては1回戦こう戦いたいであったりとか。 まあ目標としているところというのがあれえ戦い相手としては、えー、総理大臣杯に、ピ、えー、アコさんに負けたんで、総理ベンジしたいのと、まあえー、新潟医療福祉大学の歴史を塗り替えるという意味で、ベスト4以上いければいいなというふうに思っています。 ありましたありがとうございました。どうした。ありがとうございました。し続いて京都新聞、京都新聞の方お願いいたします。はい、あの京都新聞の辺美と申します。 あえー、とすみません、明治大学の福田選手と,、えー、と関西学院大学の木村選手にお伺いしたいんですけれども、お二人とも来期から、えー、京都サンガーへの加入が決まっていると思うんですけれども、それぞれお互いの個人、そしてチームへの印象があればお聞かせください。はい大丈夫 えっと、そうですね、関西学院の、えー、イメージとしては、本当にいい選手が揃っていて、すごく力強いというか、えー、前にアグレッシブなサッカーであの、ゴールに迫力があるチームだなっていうふうに思っているので、まあ、本当、まあ、たまにあの映像とかいろんなものであの見ますけど、すごく。 自分の中では、まあ、守備を売りとしている明治としてはとてもこうやってみたいなというふうに率直に思っています、えー、明治大学さんのイメージはそうです、ねまあ、今年も関東で一番取ってますし、まあ、いつも全国でも1位に争うような大学なので もちろん対戦してみたいですし、やっぱり講師の切り替えとか、ハードワークという部分をすごい大事にしているなと思いますし、まあ、今の大学サッカー界の間違いなくトップの大学だと思うので、そういうところに挑んで、その壁を越えていけたらと思います。すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 他に質問のご質問のある方はいらっしゃいますかそれでは私からと皆さんの方にいくつかご質問をさせていただきます。本大会での個人としての目標を教えてください。 えー、北海道教育大学岩見沢校サッカー部、直田周平選手より順にお願いいたします。はい。えっ、ー、と、まあ、自分自身は、えっ、ー、と、き、え、ょ、ー、来られてる選手と違って、サッカーを大学サッカーで終了する,了するという形になるので、まずは悔いないように、まあ、一個一個のプレーであったり、チームに対しても、えー、自分の。 サッカー人生に悔いないようなプレーを一回戦からできたらいいなというふうに思っています。以上です。個人の目標は得点王になることです。以上です。えっと個人の目標としてはまあ特に。 えー、ないですけど、えっと、本大会はあの決勝が国立で1月1日になるということで、まあ、本当に大学サッカーの価値を高められる大会だというふうに思っているので、まあ、それをメジャー役が決勝で大学サッカーの価値を少しでも上げられるようにチーム一丸となって頑張っていきたいなというふうに思っています。以上です 自分も個人の目標は特にないですが、チームとして本当に優勝するために頑張りたいと思ってますし、東京国際大学の歴史を変えたいと思ってます。以上です。えー、個人の目標は、そうですね、リーグの後期がほとんど参、ま、加、あの活動であったり、代表の活動でチームに貢献することができなくて、 まあ帰ってきてからもコンディション不良が続いてなかなかチームの力になれなかったので最後インカレでチームの目標を達成するために力になるということとまあ最後大学サッカーにまあ自分個人としての価値を証明できたらいいなと思っています。以上です。今僕自身ドリブルが武器でやっぱドリブラーがボールを持つと ドキドキするっていうワクワクしたりするっていうところがあると思うので僕がボール持ったときにやっぱ見てる人々をワクワクさせればいいなと思いますしまあ4年間の集大成となるのでまあゴールとアシストの結果にこだわって頑張っていきたいと思います以上ですありがとうございましたお時間が参りましたのでこれにて本日の記者会見を終了させていただきます本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございました